ネギ娘のひかりちゃん。ネギネギひかりネギと。いやー、今年のネギはとってもいい出来だ。うん、いい香り。やっぱりネギは可愛いな。お父さん。どうしたひかり。お父さん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 。落ち着けってぞ。バカ。ネギをそばすに扱うな。ごめんなさい。まったく、どうしたんだ。私ね、東京行く。ああ、夕飯には帰ってこいよ。あ、違うの。なんだよ、一体。私、東京へ行ってアイドルになりたいの。あ、アイドルだと。だって、こんなネギ畑ばっかりの鮭が遡上するような田舎町はもう嫌。こんなところにいたんじゃアイドルになれないもん。東京よ、東京が私を変えてくれるの。ね、お父さん。ねえ、ネギマー。ブジュー。お前がバカにしたこのネギは、実はアイドルと深い関係があるんだぞ。What？ どういうこと？お父さん、ネットで見つけたんだ。歌を歌ってくれるパソコンソフトの女の子。あ、名前は確かミカ。見け、ほら、ネギ持ってる。それだけじゃない。秋葉原の人気アイドルグループだったあの子、なんだっけ、ほら、とにかくブログの最初の投稿がネギだ。ほんとだ。って、よくこんな記事見つけたね。そうだろう。お父さんひょっとしてアイドル好き？それよりも光。横芝光町にだって昔から NKB というアイドルグループがいるんだぞ。 NKB？ そんなアイドル横芝光町にいたかな。何を言っとる。ほら、そこ、あそこ。え、どこ？いるじゃない、すぐ目の前。ネギしかないよ。まさしく NKB の頭文字 N とはネギだ。やっぱりネギか。じゃあ、K は？ K は嫌い語。嫌いなの？嫌いなのじゃない、嫌い語。鎌倉時代から続いていて、国の重要無形民族文化財にも指定されているんだぞ。怖い顔。じゃあ、最後の B は？ B は、ブッダだ。豚？横芝光町は豚もつで有名。もつ煮込みに光ネギを添えると最高にうまい。ちなみに日本で初めてソーセージを作った大木一蔵さんは横芝光町の出身なんだ。へー、ソーセージ大好き。どうだ、自分の育った町も知らないで東京に出るなんて、そいつは九十九里の浜でスカイツリーを建てるのと同じ、高田の梅干しよりも酸っぱいわい。自分の町も知らないくせに東京に出たいなんて、私恥ずかしい。ひかり、お前ぐらいの年頃なら東京に憧れているのも無理はない。だが大きな憧れは時として大きな挫折になることもある。自分を見失った時、足元に光を照らしてくれるのは地元なのだよ。お父さん。大丈夫、自信を持て。俺の娘だろ。お父さん。ん？私、横芝光町をもっと知りたい。そして地元アイドルとして一から挑戦するね。そうだ、栗山川の鮭のように大きくなって戻ってこい。おいち、に、さん、し。おいち、に、さん、しっと。さあ、今日も元気にネギ作りだ。おいち、に、さん、し。ひっかりネギ。お父さん。なんだ、今体操中。ちょっとこっち見て。どうしたひっかり。ねえ、見てよ、お父さん。だって、なんじゃそりゃ。どう？どうって、みどりちゃん。もう、わからないの？すまん、お父さん全然わからん。あたしね、ネギアイドルとして髪をネギ色に染めてみたの。ほら、白い足には自信があるのよ。キュン、超かわいい。これは、どう見てもネギ坊主だろう。
ちゃんちゃん。私のカレーは光ネギ、ちょっぴり甘くて香ばしい、恋のライバル深谷、三角関係下ネタ、九条先輩嫉妬しないで光ネギ。スーパーや八百屋さんで見かけたら手に取ってみてね。バイバイ。